こんにちは。昨日から北海道を通過している雨雲は太平洋側まで南下してきました。そしてこの雨雲の北側は秋の空気に覆われています。この後の雨雲の予想です。次第に雨雲は弱まっていく予想です。夕方にかけては南西部天気回復へと向かうでしょう。この後は広い範囲秋晴れとなりそうです。では今の札幌の様子です。札幌この時間再び低い雲が広がってきました。ただ天気の大きな崩れはなさそうです。午後の天気です。今日は北の地域ほどよく晴れるでしょう。南西部は雲が多いですが、雨は午後3時頃までには止むところが多くなりそうです。傘の置き忘れご注意ください。予想最高気温です。昨日より5度前後低くなるところが多いでしょう。札幌、旭川、岩見沢は25度、帯広は昨日より10度低い21度の予想です。では台風9号の最新の進路図見ていきます。この後次第に弱まりながら、あさって午前9時には熱帯低気圧へと変わる予想です。ただその後再び温帯低気圧となって、発達しながら北海道付近通過する予想となっています。特に金曜日は大雨や強風に注意が必要となりそうです。では週間予報見ていきます。明日はカラッと秋晴れとなるでしょう。寒暖差が大きくなるので脱ぎ着しやすい服装がおすすめです。あさっては天気が下り坂、夜は日本海側の広い範囲で雨となり、金曜日にかけて大雨となる恐れがあります。太平洋側です。こちらは木曜日は西部は夕方から雨が降り出すでしょう。金曜日は大雨、そして強風にも注意が必要です。